こんにちは、中里春菜です。突撃 M リーグ2019は私が担当させていただきます。今回の紹介するチームはこちら。今回は赤坂ドリブンズの皆さんです。というわけで4名様に集まっていただきました。見知った顔なんですけど、なぜか緊張します。まずはなんか異色の一人が入ったということで、はい、丸山さん、新 M リーグおめでとうございます。ありがとうございます。はい、 M リーグに選ばれた瞬間はどんな気持ちでしたか？もうはぁって感じでした。というか一緒にいた発表の瞬間が、実は教室の仕事をしていて、まあ講師とサブ講師みたいな感じで、してました。でもだからその瞬間2人でお教室そっちのけでわーっといやーどうしよう人生変わっちゃうって言いながら、もうだいぶ泣いてるような感じですよね。はーとかって言って生徒さんみんな何事みたいな何が何だか分からないみたいな感じだったんですけど、丸山さんが入ってどうですか？この全然違う感じじゃないですか、3人のこのおじさまずにこの若い おじさんですね。僕らはもう自分らのことをおじさん、そう、おじさんずっと、じゃあおじさんずの中にこう、はい、キラキラした女の子が入ったわけじゃないですか、はい、こうチームの雰囲気はどっか変わりました？なんだろう、ほんわかした。え、前はほんわかしてなかった前は、まあ、でも別に僕的にはそんなに変わってないと思うんですけど、そんなに変わってない、はい、あのなんか特にこうこの男性3人、まあ、おじさん3人が別になんかこう、うん、そんなに遠慮しないから、うん、普段通りに過ごしてるから、うん、そこに1人いても特に雰囲気がガラッと変わった感じはしないんですね。はい、丸山さんは入ってみてどうでした？雰囲気、いや雰囲気はすごい居心地が良くて、うんうん、なんか、まあ、3人はどう思ってるかちょっと分かんないですけど、うん、私は居心地が良くてなんか馴染みやすいというか馴染んできたななんて思ってるんですけど、家族みたいなと、うん、なんかお父さん3人みたいな。お父さんお父さんなんかお兄さんじゃないですか？いやだけど多分なんかイメージ的にはお父さんの方がなんか近い。俺昨日解説だったんですけど、うん、やっぱなんかそう聞かれるじゃないですか、実況の日吉さんとか、はい、かなちゃんのことがあって、かなちゃん入ってきてどんな感じなんですかっつって、うん、でも僕もどんな感じかなっつってなんか考えたんだけど、なんか赤ちゃんが新しくできたみたいな。新しく子供ができたみたいな感じになって、そうするとなんかなんだろうな、妹っていうよりはなんか子供ができたなっていう感じ。あの2年目の選手を全員で育ててる感じですもんね。ってことは娘だね。やっぱり娘に近いんですかね。え、タラさん娘な感じで大丈夫ですか？はい、僕は兄貴のつもりだったんですけど、そう言われてたら。いいご家族に恵まれたようで、はい、はい、と言っても一番最初すごい劇的な初戦から始まったじゃないですか。もう大丈夫でした？村上さんこう控え室で、あの肉離れですか？足とか、いや大丈夫でしたよ。大丈夫でした。はい、あの去年の教訓を生かしてでも去年のケンちゃんがあの白上がった時よりも、うん、もう興奮しました、ね。はい、本当になんかすごかった。もう控え室すごい地響きがしたっていうふうに噂されてますけど、うん、そうなんです。全員でとったんばったりしたんだよね。ね、あの隣のガメマスだったんだけど、はい、あと藤さんが謝ってきました、ね。すいませんでした。そこ抜けちゃうんじゃないかみたいな。あれ初戦はもうなんか規模が座ってるなみたいな上がりだったと思うんですけど、知ってるじゃないですか私の性格。知ってます。肝が座ってるような性格じゃないんですよ。じゃなかったんで、だからもうこの短期間でこのお父さん3人にこう育て上げられたのかなと、精神面から、ジャン力から。そうですね、いや言われることをちょっとでも実践しようと思ってやっていて、でもともとがやっぱ弱気でちょっと上がりにこう一直線に怖くていけなくなるとかも結構多いのを今頑張って強制して、なの欲張りに上がりに行くぞみたいに今強制中 でトップは大事っていうのをこうずっとこう身近で感じての初戦だったんで、もうどうしてもトップ取りたくてちょっとあの見逃したと、本当にこれ上がれなかったらどうなっちゃうんだろうって気持ちだったんですけど
まあでも、うん、あの有名なセリフじゃ言ってもらって、はい、トップ取りたかったんです有名なあれ有名有名なハッシュについてトップ取りたかったんだもん、はい、だっけダモンなんか控え室で言ったセリフ、うん、そうです。ダモンは言ってないんですよ、なんかダモンに加工されてて見てくれて加工されちゃったんだということで お父さん3人がこう育ててるこの勉強会っていうんですか、どんな感じでやられてるんですか主にこのかなこが自分で考える、それを書く、うん、それを見て、ここは合ってるね、ここは違うよっていう添削、まあ、フィードバックっていうんですけど、をやって、でまたそれを元にまたかなこが書くっていう、まあ、動画をまあ基本的にはその検証するっていうのがメインですよね。そうですね。だから一応その順序としては、例えばそのかなちゃんが自分の対局があります、で自分の対局があった時はそれを自分で見返して、この時どういうことを考えてたっていうのを書く、でその書いたものに対して、おじさんず誰かが、うん、口頭で、実際にその書いたやつを見ながらフィードバックを行う、でそのフィードバックを受けて、もう一回内容整理して、かなちゃんもう一回、おじさんたちの意見っていう欄があるんですけど、そのおじさんたちの意見のとこに書く、でそれをちゃんと言ったことを正しく理解できたかなっていうのを最後チェックするっていう、この4段階ですね。でそれも自分が打った対局もそうだし、まあ、他の人の誰かが打った対局でやることもあるしみたいな、すっごいじゃないですか、ですよね、はい、で小林太郎さんと僕で動画っていうかその画像を見ながら3時間ちょっとやったんですけど、やっぱ4曲か5曲ぐらいしか進まないんですよ。3時間で4曲ぐらい、やっぱその伝えたいことがいっぱいあって、もう、ね、一台一台に対して、ね、そうですね、そのやっぱ、まあ、考え方っていうかね、うん、とかいろいろあるんで大変です、進まないです、なかなか。私が昔知り合った時はただただ泣き虫でただただ麻雀大好きな女の子だったんですけどね、まあ今も近いですよね。それは多分ね、泣き虫のところも麻雀大好きなところ多分変わってない、根底は変わってない、根底は変わってないですね。プロテストの話とか有名じゃないですか、プロテストを受けた、あ、そうですね、試験官、そう試験官してって、いや結構ね、あんま有名ですかこの話、あの何かね、そう照らし見てるかなどうかなとかって思って、あの受験者の人に不意打ちで聞くんですよ、あの1段目のあそこに急走と地層とか並んでるんですけど、あれとこの急走は手出しでしたか紡ぎでしたか、地層は紡ぎでしたか、手出しでしたかみたいに聞くんですけど、大体の人が分かりませんっていうか、うん、まあ、まあ全然見てない、覚えてない、そう、もしくは山勘で答えるんですね。あ、そう、多分手出しみたいな、うん、そうそうそう、鈍いっちゃ当たるもんね、そう鈍いっちゃ当たるそう鈍いっちゃ当たるで、これを問題として聞くってことは手出しじゃねとかみたいなね、そうそういうので、あの、え、両方手出しですとか、こっちは紡ぎでこっちは手出しでしたとか、うん、なんかそういう山勘をしてくるんですけど、はい、でそういう時に、間違ってるのに嘘ついてるつくと、大きく赤点っていうふうにそれでは分かりませんって正直言った方がいいよみたいなね、山間絶対ダメ、山間絶対ダメみたいな、で最初に言うんですよこれ、最近は言うようにしてるんですけど、はい、山間で言って外れてたら、うん、めっちゃダメよみたいなことは最初に聞く時に言うんですけど、うん、そしたら大体みんな分かりません分かりません分かりませんみたいな感じになっちゃうんですけど、 そうですね、でその時にかなちゃんが答えたのが、まあ、急走地層で、はい、まあ、もちろんねその全部覚えてるのが一番いいんですけど、麻雀において大事なのってこの2個目の急走地層って並んでるけど、地層が紡ぎりか手出しかがめちゃくちゃ大事じゃないですか、ダス落としてるかどうか、だからなんか急走は見逃しててもその地層は手出しでしたっていう情報を覚えておくのがすごい大事で、まあ、そういう脳の使い方してる人っていうのは結構いると思うんですけど、でかなちゃんの答えたのが、地層は手出しですだけど急走は覚えてませんみたいな感じで、そのちゃんとその脳の使い方をしてるなっていうのが分かって、おなかなかやるなっていう、いや結構ね、なんか男子プロの受験生でもなんかそういう人なかなかいなくて、ね、それがこんなね女の子がね、すげえなって思いましたねその時はね、あの時の試験官だった人がもうチームメイトですよ、いや
ごいことですよね。内視鏡はやってなかったっけ。やってましたその場にはいました。そうね、多分俺もいたんいましたね、いましたね。そうしたのはケンちゃんだね。そうですね、まああのね、試験の勉強も私ファミレスで一緒にしたでも専用みたいなもんじゃないですか。じゃあまあ私からすると娘というよりは妹があるんですか、ね、みんな妹妹言いたがるね。控え室の中で話するときって2人で話することってあるんですか、このおのおので丸山さんと太郎さん。でも控え室の中は大体見てるときってうちら、はい、あのダファイどこだ、ああマジの話ばっかりずっとしてるんで、彼女もそれをずっと聞いてるんですよね、うん、多分それ聞いてるのってかなりためになると思うんで、うん、引き出し増えるじゃないですか、あなるほどそうやって考えるんだとか、うん、あ私こう考えてたけどこうやって考えた方がいいんだなとか、うん、新たな気づきがあると思うんで、うん、多分それは力になってると思うんですよね。もうじゃあ麻雀流してる間はみんな麻雀の話しかしてないってこと。まあうちは大体ね、麻雀流してない時の話が聞きたい。控え室いるのが結構麻雀流れてる。そうですね、まだだって始まってないですよ。あでもさっき言ったフィードバックをここでやることもあるんですよ、うんうん、ああそう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 、もうこの前にもう勉強の時間なんです。そうなんです、だからその普段その M リーグ の、 あの映像を流しているモニターにかなちゃんのパソコンを HDMI で繋いでやるの。マージャン以外でどんな話してるのかが知りたいです。お弁当の話お食べ物のダイエットドリブンズダイエットドリブンズされてますよね。なんかアカウントしてますよ私。まあ、うん、アカウントあるよね。すいません、僕ですか。いや、もはや全員ただのだけじゃない、うんうんうん、最初だけちょっと頑張った感じですか。うん、そうね。最近なんかケーキの写真も上がってましたし、うん、あ、1個3000円買ってけんの、そうケーキ。でも今年はこれで終わりっていうふうに聞きましたよ。食べてないですよね。もうあれからはケーキはね、食べてないです。みんななんかこの辺見てるんですよ。本当ですか。なんかもう一回お祝いされてどっかでケーキとか食べてるじゃないですか。差し入れとかいただいて、甘いものとかたらふくいただいてるんじゃ。だってこの新ユニフォームサイズなんか合わせましたよね。最初サイズが合わなくて昔のユニフォームに戻した時期があったじゃないですか。あ、お直しです。お直し、はい、なんかスリットほら見て、スリットが、あ、スリットを入れるためだったんですか、ね、とかサイズ感じゃなくて。あ、でもシュッとするなんですよね、多分。山手線ゲーム。さて、ここからは赤坂ドリブンズの皆さんに赤坂ドリブンズのいいところ、おすすめのところを皆さんで山手線ゲームで繋いでいってもらいたいと思います。ちょっと待って、山手線ゲームなんだっけ。シリットじゃないよね。ということで、長くつなげればつなげるほどドリブンズの良さが皆さんに伝わって元差が増えるかもしれないので、皆さんそんな変わんないよね。いいところをぜひ皆さんでいっぱいつなげてください。はい、いいですか。はい、はい、それではいきます。ずんちゃんから始まるイエーイ山手線ゲーム。イエーイ。お題はドリブンズのいいところ、おすすめのところ。みんな麻雀を愛している。麻雀が強い。みんな食いしん坊。みんな麻雀を考えてる。男の体積が大きい。明るい。陽気。柔らかい。監督がイケメン。よく飲みに行く。記者が優秀。ブーリズムに乗れてない。いいこと言ったのに。もっと言いたいのに。いいこと言ったのに。キッキッキッって。今ダメ、今のタイミング。ポーズを教えてもらおう。さあ、今日は赤坂ドリブンズの皆さんに勝利者インタビューで使うポーズを私に教えていただこうと思って皆さんにご起立いただきました。いや、だけど勝利者インタビューで使ってるっけ。使ってない。ちょっとね、まだ照れがあって使えないんだよね。え、いつも使ってる。あ、使ってるっすね、ほんと。あ、俺までやったことない。私もやったことない。え、ぜひ、これまたみんなが使えるように太郎さんも。じゃあ、みんなに一緒に教えますね。そうだよ、お願いします。ぜひ、お願いします。っていうか、このポーズって誰が作ったんですか。監督ですね。
はい、監督が直々にみんなにこのポーズやった方がいいよみたいな感じで、ポーズが何か欲しいとか言った感じなんですか？言ったっけ？言ってない、あでもまあ去年から言ってはいた気がする。で今年このポーズが出来上がったと。できたんです。多分あの全チームの中で最もメジャーではないポーズだと思います。あのぜひあの角度とか指の感じをちょっと教えていただきたいんですけど、太郎さんよくやるんだよ。太郎さんこれまず、はい、ナンバーワンの位置です。あ、ナンバーワンの位置なんですね、はい、でも位置こうじゃないですよ。ちょっとこうしなさいって監督に。45度、はい、45度むずい。45度、こっち、はい、はいはい、これがこれなんで45度なんですか？それはちょっとわかんないです。45度こっちに向ける。これは監督からの指示なんで。親指は握っちゃった方がいいですか？親指は握りましょう。握っちゃって、はい、こんな感じ、はい、腕のこれさ、こう5人とかいるときにさ、こっち側の人から左手でもいいんですか？え、真ん中はどうしたの？それね、最近の悩みなんですけど、僕は常にこっち側に立ってもこうやったんですよ。いや、そうでしょ。でも俺左側にいるときにさ、なんかこれなんか変な感じするよね。するね、ちょっと。これもまさにオードリーになっちゃう。そう、利き腕じゃないからさ、なんか。なるほどね。これどっちがいいんですか？全員利き手。じゃあ右手にしましょう。全員右手。もう右手ダメ。左手ダメ。前倒してもダメですね。前はダメ。前はダメです。あ、上に倒して。前に倒してるやつを引けば取れます。ああ。ああ。どういう感じで？一回刺してから。刺してから。刺してからこっち。いいね。いいね。面白いんですって行くかと思いきや。はい、ではこんなこう直角じゃなくてそこまでいかなくていいんですね、はい、軽く。はい、いつも応援ありがとうございます。正解は過去、別解は未来、別解を探し続けます。